大江慎太郎は、日本の建築家。日光東照宮の修復を行ったことで知られる。日光病台、上築呂井に携わって、以来、生涯にわたって、日本の伝統建築を追求した。明治神宮造営、伊勢神宮造営などの主任技師として活躍するほか、東京帝国大学では、庭園学を講義した。1879年東京生まれ、京都府育ち。 旧制参考を経て1904年、その後栃木県儀市。1913年、大正2年神社法師調査会事務職託。1915年、大正4年明治神宮造立根局儀師兼任。1926年まで、などを経て内務省儀師。この間、日光東将軍の修復や明治神宮の造営に、関わった。1920年、 大正9年から、東京帝国大学工学部講師食託。L923 年、臨時震災級護事務局事務官。高天高級書工事顧問嘱託。1926年、内務技師兼任。1929年年、伊勢神宮小造営主任儀五56歳で逝居。子息の大江広氏も建築家である。明治神宮宝物殿ほか、神社。 宝物館、深園、邸宅、農学堂など多数、ありがとうございます。